このコースは、一人で来て高松で魚を食べてお肉を食べてそして飲んでという一人旅の、なんていうんですか、まあ希望をまとめたコースです。男性でも女性でもお魚お肉そしてお酒と香川県を満喫することができる、そして安くて美味しいツアーです。意外と海苔があると香りが消えるんでね、軍艦巻きにはうちはあの目の前で食べてもらうのは してないんですわ。だからその方がウニの香りと甘みも出ますんで、ぜひ食べてみてください。皆さんでワイワイと あまりかしこまった形じゃなくワイワイと美味しいものを召し上がっていただきたいので、お野菜とかあと魚介の貝とあとスパゲッティも食材を、産地消ということで香川県産には一応こだわってやるんですけども、私どもオードリーは女性の方でも男性お一人様でも楽しいお店ですので、ぜひ一度お越しください。このツアー以外にも皆様のご要望をお伺いいたします。お気軽にご相談くださいませ。いかがでしたか。テクテクさぬき高松アジノミ巡り開催日は10月25日月曜日と11月22日の月曜日の2回を予定しております。とてもお得なツアーなのでご参加ください。またツアーが満席の場合は臨時便も検討いたしますので、お気軽にご相談ください。